今日は梅の花を取りに来ました。 4K で撮って、プロキシ編集をしてみたいと思います。今までプロキシ編集をやったことないんですけども、どういう風な絵が撮れるになるのか、実際ソフトの中に 4K のものを取り込んで、それをプロキシ、いわゆる圧縮した形で、いわゆる、画像を作って、その画像を編集して、で最後に書き出すときに大元の 4K の画像、 4K の映像をで書き出すというやり方ですので、これから 8K なんかの撮影のときには当然、パソコンへの負荷を少なくするためにプロキシ編集というのが大方誰もそうせざるを得なくなるんじゃないかと。もちろんマシンが速くなればそういったことは大丈夫なんでしょうけども、簡単にマシンを、新しいパソコンを買うということはできませんので、そういう代替のファイルでもって編集を行うというやり方を今回チャレンジしてみたいと思います。以上です。